流されて、護岸がなくなって、そんな状況でした。隣の家がもう、何食べる？これはもう、どうでもいいよ。この周辺では、13世帯で崩落の危険があり、雨によって被害が拡大しないか心配されています。千曲川の堤防決壊で大規模な浸水被害を受けた長野市でも復旧作業に追われる状況が見えました。長野市上空のヘリコプターが捉えたもの、それは全て災害灯でした。何作れるの？長野市赤沼の公園です。こちらではこのようにフェンスが歪むほどたくさんの災害ゴミが積み上げられています。そして高さは160センチの私の身長をはるかに超え、3メートルにまで登っています。すでに水高く積まれた大量の災害ゴミ、今日もトラックが列を作っていました。まあ、どうしたもんかということで他の場所も今検討してるんですけど、なかなかね、そういう広い場所がないもんですから、まあどうするかね、ちょっと困ってはいるんですけども。人々が復旧作業を急ぐ長野市では週末を迎え、大勢のボランティアが駆けつけていました。いやー、ちょっともう想像してた以上に、ひどい被害がびっくりしてます。高齢者も多いこの地域、そうした方々にとってボランティアはとても大きな存在になるといいます。支援の手はこんなところからも差し伸べられました。去年西日本豪雨で被害に遭った愛媛県西予市から栃木県鹿沼市への支援物資がトラックでおよそ18時間かけ届けられたのです。人がなんか思い入れのなきゃいけないとかには忘れませんね。道路沿いの法面が崩れ、12日から通行止めとなっていた中央道の八王子ジャンクションと大月インターチェンジの間では今日正午、通行止めが解除されました。そして本格的な紅葉シーズンを前にした神奈川雨量が1000ミリを超え、観測史上最多を記録。そのため小涌谷の駅から続く線路は今も泥で埋まっています。そして道を挟んでこちら側はもっと被害が大きいですね。大きな石ですとか木々が散乱しています。上空から見ると被害の甚大さがよりわかります。こちら箱根登山鉄道の線路ですが、土砂崩れによって完全に寸断されてしまっています。運休中の箱根登山電車は土砂崩れで線路が押し流され、再開の見込みは立っていません。さらに昨日の雨の影響なんでしょうか、上からどんどん水が流れてきています。しかもこの側溝も溢れてしまっています。幹線道路の通行止めも続く中、昨日から今朝にかけて100ミリを超える大雨が降り、二次災害が懸念されています。ジョイフルで食べたいな。昨日一日やっぱり降っちゃった影響で結構水量が上がっちゃったんで、朝はそこにあの大型ロボを置いてなかったの。鉄板の上に、はい、その鉄板の上を乗り越えてきた。秋の紅葉シーズンを目前に地元からは観光への大きな打撃を嘆く声が。やっぱりご商売と